えー、吉谷さん。はい。あの、若い頃の私の体験というか、例なんですけども、あのー、二つの側面をちょっとね、お話しようかと思います。一つはですね、学校の暮らしです。学校っていうのは、試験は、範囲はここだよとか、ここ試験に出るからね、とか言って、先生が予告してくれてるんですよね。で、言われた通りに回答用紙に書けば、誰でも丸がもらえるんですよ。で、ある一定の点数を取れば、誰でも合格なんですよ。だから、 何をやればどういう効果が得られるっていうのが分かってるんですよねでも一つは対比するものとして恋愛ですどのぐらいの思いを告げ込めば相手からの思いがどれだけ返ってくるっていうことが分からないですよねどれだけ「ILOVEYou」丁寧に優しく接しても相手が自分のこと好みじゃないっていうのはそれで終わりなんですよねこれビジネスにむちゃくちゃ似てるんですよきちんと言われたことをこなしても取引先が潰れましたって言ったら報酬入ってこないんですよ あとは最終的にちょっとしたミスをすると気分を損ねて契約破棄とかもあるんですよね長年積み上げてきたものその信頼が一夜にして壊れるそして簡単に相見積もりしたライバル会社にくら替えされるのがこれビジネスじゃないですかだから常に不確定要素を抱えたままやるんですよね100やっても1得られるかどうかわからない200やっても1得られるかどうかわからないわからないんですよだから答えを求めないことなんですよね でも100やっても200やっても1も2も得られないかもしれないけども100200やったという自分の中の成長進化は進んでるんですよねだからそれを信じるしかないかなと思うんですよ今回はダメだったけどもでも何かに一歩近づいたなっていうのは確実じゃないですか YouTube で動画をいっぱい作っても稼げていないけどもでも YouTube で100本200本作った間に100本200本作るよっていう現実と実績とちょっとの実力が上がってるんですよね だから回答にたどり着くその距離は縮まってると思うんですよ。でもう一つの例ですけどちょっと物騒な例ですけども、まあ、いわゆるね昔は怠慢っていうのがありました1対1の勝負です。でも1対1だからって言って自分と何同等の体格でいる人ってほとんどなくって自分よりも体格がちっちゃい自分よりもちょっとでかいとかねいろいろあるわけですよね。 私ぐらいちょっと体ができてると自分よりも大きい人っていうのはなかなか出会わなかったんですけどもでもねこういうふうに考えることもできるんですよこの私のガタイにそして勢いに向かってくるような身長1 6 0ンチの人相当体格とかに頼らない自信があるんでしょうねだからもしかしたら見た目には私の方がちょっと体が大きいように見えるけどもこじんまりとした相手の方がもしかしたら柔道のね黒帯でね強いかもしれないだから 見た目じゃ分かんないしパッと見じゃ分かんないしちょっと取っ組みやしたぐらいじゃ分かんないんですよね最終的に強そうに見える人が破れて平凡な人が無敵だったみたいなこともあり得るんですよこれはビジネスでも同じでお金稼ぎでも一緒で準備を整えてこれで大丈夫だろうと思っていてもそれでも分かんないんですよねその中でビジネスについて大した準備も経験もせずに儲かるかな簡単かなって入ってくる人が勝てないのは当たり前じゃないですかね そそれこそね月収100万って言い出した時点でお前無理って話ですよ。違うとまずは月に1万を目指せと月に1000円を目指せと月に10円を目指せってとこでしょ。だから月収100万って言ってる人で月に10円安定して1年2年稼いでる人いますかって話ですよ。月に10円20円稼ぐ人がほとんどいない中でその月に10円20円も挑戦せずにいつまでたっても月収100万って言ってる。ね。 ななんだろうなと思いますよねもうちょっとね足元を見て 1cm を侮らないことそして神は細部に宿る細かいことをやっていきましょうってことですかね。